2024年はすでにファイナルファンタジー7リバースやドラゴンズドグマ2といった大作からバラトロやアニマルウェルなどインディーまで豊作といえる。いよいよ今年も下半期に突入したわけだが、残る半年もメタファーやインディージョーンズといった期待作からサイレントヒル2や HD2D 版のドラゴンクエスト3などファン待望のリメイクも数多く控えている。そんな粒揃いの期待作の中からバランス重視で10タイトルを選んだので紹介していこう。最有機を題材にしたユニークなソウルライクブラックミスウコンがいよいよやってくる。本作は森林地帯から砂漠、雪山など中国大陸の様々なロケーションをアンリアルエンジン5で美しく描写し、そこに西遊記や仏教のエッセンスが加えられている。世界観のみならずアクションもユニークで、伸びる如意棒をはじめ分身の術、自在に変化する術など孫悟空にまつわる様々なアクションを扱える。他のソウルライクや本家とも異なる目新しい世界観とアクションを実現したブラックミスウコンを2時間ほど使用した経験から言えば、ストーリーは2行程度の描写があり、ロアを保管する妖怪辞典もあるなど、グラフィックやアクションのみならず世界観やストーリーにもこだわっていることに期待したい。2000年代後半から2010年代にかけて目立った動きのなかった同シリーズだったが、近年のさまざまな展開によって3D アクションとしてその魅力が再定義され、海外も含めた新たなマーケットを獲得した。精霊が満ちる世界や可愛らしく温かみのあるデザイン、そして多彩な武器と爽快なアクションなど、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナにはファンが思い描く聖剣伝説らしさに満ちている。同作を象徴する石井光一や菊田裕樹などのスタッフを迎え、私たちはもう一度マナの木に支えられた世界へ冒険の旅に出る。スターウォーズ史上初のオープンワールドゲームがついに登場する。主人公となるのはならず者のケイ・ベスであり、ジェダイではない。 RPG のような選択肢や成長、評判によって主人公の立ち位置が変わるシステムなど、スターウォーズの世界でアウトローとして生きていく体験は唯一無二のものになりそうだ。自由に生きていける本作はバトルも自由な発想で戦える。相棒のクリーチャーであるニックスに命令しつつ、ステルスキルを狙ってもいいし、ブラスターで派手に戦ってもいい。キジーミやタトゥインといったおなじみの惑星を旅するのが楽しみでもあるし、ジャバザハットやハンソロの登場などスターウォーズファン向けのネタにも期待だ。プレイステーション VR でアストロボットレスキューミッションを遊んだ時は面白すぎて困ったほどである。様々な刺激が波のように押し寄せてきて、脳はそれを解釈するために疲れる。おまけになぜか汗をかく。とにかく面白さの圧が強いゲームだった。そんな作品の新作が遊べるとなれば嬉しいのは言うまでもあるまい。プレイステーション5に同梱されていたアストロズプレイルームでデュアルセンスワイヤレスコントローラーの価値を引き出せていたことを考えれば、フルプライスとなった本作でさらに魅力的な冒険を描けることだろう。プレイステーション VR2 に対応していないのは残念ではあるが、疲れすぎた過去を考えるとこれでちょうど良くなるのかもしれない。シングルプレイの 2D ゼルダ新作は神々のトライフォース2以来と約11年ぶりとなる。ゼルダの伝説知恵の借り物はその間にシリーズの当たり前を見直したブレス・オブ・ザ・ワイルドのように一本道ではない攻略ができることが謳われている。オブジェクトやエネミーをお借りして複製できる借り物の遊びは 2D ゼルダにそのコンセプトを持ち込むのにぴったりのアイデアになりそうだ。ついにゼルダ姫が主人公となる本作だが、単にリンクと同じように剣を振るうわけではないのも機能からゲームを考えるゼルダシリーズらしいアプローチだ。むしろ借り物の遊びがあったからこそゼルダ姫が主人公になれたのだろう。ところでゼルダ姫が主人公ということは代わりにリンクが喋ることになるのだろうか。テキストやストーリーの面でも今までにない展開に期待したい。
ドラゴンボールの対戦アクションゲームは数多くある中で、PS2 と Wii で展開されていたスパーキングシリーズは国内外問わず今なお根強い人気を誇っている。その最新作ドラゴンボールスパーキングゼロがいよいよ発売。前作から実に17年ぶりの復活を遂げることとなった。 3D 空間での立体的なバトルを美麗なビジュアルで気軽に楽しめる今作には、対戦モードをはじめ主要キャラクター8人それぞれの視点から原作やイフのエピソードを体験できるエピソードバトルと、戦闘時のルールや演出などを含む様々な要素をカスタマイズできるカスタムバトルを搭載。今作までの間に放送されたテレビアニメや劇場版からも新たなキャラクターたちが続々と参戦する。多彩なモード、十分すぎるキャラ数と過去作からはるかにパワーアップした本作では、ド派手ではちゃめちゃなドラゴンボール体験を思う存分に味わえそうだ。アトラスが8年の歳月をかけて送るファンタジー RPG メタファーリファンタジオ、長らく待ち望んでいた本作を使用し、バトルにおいてはその高いクオリティに安心感を覚えた。新女神転生3から始まり、ペルソナ5ロイヤルまで洗練されてきたプレスターンバトルに大胆なアレンジが加えられ、戦略性がさらに増している。例えばマハタルカジャなど全体魔法を使用するには MP に加え、プレスターンアイコンをコストとして消費するようになり、これまで以上に慎重なターン管理が求められる。リアルタイムアクションからのスムーズな移行も戦闘全体のテンポを高め、爽快感を与えるだけではなく、 RPG における雑魚的処理問題を見事に解決していた。一方、ストーリーは実質ペルソナチームによる異色の純粋なファンタジーとして期待されており、王を決める選挙運動が大きな歯車として動く。今回は学生主体の物語ではないことから、より深い政治的思想や死生観、人種差別など現実への風刺も効いた世界の残酷さを描いてくれることに期待したい。マックスが帰ってきた。それだけでバリューがあるように感じられるが、今作ではマックスは名門カレロン大学で写真の講師をしているという。何でも今作は時間の巻き戻しではなく、パラレルワールドを行ったり来たりするようだ。再び親友とのやり取りをするそうだが、今作が悲劇に終わるのかどうかはまだわからない。だがどこか死の匂いを感じさせるのも確かだ。そしてトレーラーの段階で恒例の抜群のサウンドもあり、物語を彩ってくれることだろう。あのマックスを再度表舞台に連れ出した超能力を巧みに扱う開発元デック9の手腕に期待したい。それにしても今作の発表は驚きだった。マックスの価値を開発元は分かっているのだろう。そう、シリーズファンにとって彼女と再会できることは妨害の喜びなのである。長らくベールに包まれていた薬師スリッターヘッドの情報が解禁されつつある。現代の 3D アクションゲームの要素をふんだんに盛り込みながらも、憑依によって次々に体を入れ替え危機を乗り越えていくバトルシステムはとてもユニークだ。その場にいるモブキャラクターたちを使い果たしてでも生き延びるという遊びは 3D アクションゲームのバトルを大きく変えてくれるかもしれない。暗闇をうごめく印象的なクリーチャーたちは、一度見たら忘れられないほど気持ち悪い見た目だが、一方で主人公たちのデザインはサイバーパンクアジアの街に溶け込み、派手すぎない佇まいが美しい。ディレクター富山慶一郎、作曲家山岡明というサイレントヒルの黄金タッグが送る新作ホラーアクションというだけでもとても楽しみだ。勇者とその仲間たちが世界を救う冒険に出るドラゴンクエストは、今でこそ国民的 RPG として知られているが、その地位を確立したのがドラゴンクエスト3、そして伝説へだった。古き良き JRPG を代表する作品が、ドット絵のキャラクターと 3DCG の背景を融合した HD2D のグラフィックで蘇る。オリジナル版で導入された転職システムはさらに磨き上げられており、
リメイク版では新しい職業として10番目の職業が追加されるようだ。公開されたスクリーンショットからは、通常攻撃とも魔法攻撃とも異なる特技の搭載も示唆されている。以降の作品でおなじみになった特技がリメイク版ドラゴンクエスト3に加われば、バトルはより彩り豊かなものになるだろう。伝説の勇者による旅を最新のグラフィックとシステムで堪能するのが待ち遠しい。いかがだっただろうか。 RPG やアクション、ホラーにアドベンチャー、そしてリメイクと、このリストではジャンルが偏らないようにしていたが、それゆえに溢れた期待作も少なくない。皆さんが思う2024年下半期で最も期待している作品についてもぜひコメントを残してほしい。